さあ、行くぞ。エレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。イエガーの移動を援護するぞ。あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。捕らえた。
以上好き勝手されてたまるか。落ちた。これだ。
壁の穴までもう少しだ。生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。これは調査兵団、壁外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りのものはこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。完璧だろ。救援要請だ。無視はできねえ。よし、また討伐数を稼げたな。兵長、俺に任せてください。あんなの余裕さ。捕らえた。狙い通り。落ちた。人類は巨人など屈しない。開いてくれ。当然さ。言ってやろう。なめんなよ、クソ巨人ども。うざ。
邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。苦戦してるみてえだな。行かねえと。各員、手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたか。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。兵長、ここは私がやります。倒した。私もなかなかやるでしょ。私のために。兵長、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行けよ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。くそ、やってやる。駐屯兵団の増援か。ここが拠点さ。仲間の救援を最優先とする。あれ、その子は訓練兵だよね。雑談してる場合じゃねえし。さっきてめえが言ったんだ。そうだった。ごめんごめん。行ってやろう。兵長、ここは俺に任せてください。捕らえた。完璧だろ。俺も負けちゃいないぜ。行ってやろう。兵長、ここは俺だけで十分です。準備が整ったようだな。対象の討伐を完了。兵長、次はどうします？お前はこのまま巨人の討伐に当たれ。捕らえた。随分張り切ってるじゃん。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。
あらかた片付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。ああ、もっと近くで観察したいな。お膳を立てな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。Thank you.
さ。あんなの余裕だ。これでようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。